オーベルステンフェルトは、ドイツビュルテンベルク州、ルートビヒスブルク郡に属す、町村である。シュトットガルトの北40キロメートルにあたる。この町は、シュトットガルト地域及び、シュトットガルト大都市圏周縁地域に位置する。オーベルステンフェルトは、ルートビヒスブルク郡北東部のボットバールタール、上流域に位置し、自然地域区分のシュベービッシュフレンキシェバルトベルゲ及び、 ネッカー盆地の一部を含む。北と東はレーベンシュタイナー山地に接し、西はブドウ畑に覆われたフォルストベルクやブンレンシュタインといった高台がそびえている。プレーフォルスト小畜はレーベンシュタイナー山地の森の中にある飛び地で、ハイルブロンお及びレムスムル軍の4つの市町村に囲まれている。オーベルステンフェルトは北はバイルシュタイン。 東は、シュピーゲルベルク、南東は、アスパハ、南西は、グロースボットバールと境を接している。オーベルステンフェルトは、三つの小地区からなる。グローナウ、プレイフォルスとオーベルステンフェルトである。公式な名称は、町名の後ろにハイフンをつけて、小地区名を綴る。三つの小地区は、それぞれが、バーデンビュルテンベルク州自治体法が定める、居住区を形成しており、 グローナウとプレイフォールスとは、両小地区を合わせて、バーデンビュルテンベルク州自治体法が定める地区を形成しており、地区議会と議長として、地区長を有している。グローナウとプレイフォールスとは、1971年12月31日まで、独立した町村、グローナウを形成していた。グローナウ小地区には、グローナウ村が属している。プレイフォールスと小地区には、 プレイフォールスト小集落が属す。オーベルステンフェルト小地区には、オーベルステンフェルト村、リヒテンベルク城とその集落、ノイビルトハウス住宅地及び離れた、小地区グラスハウゼン、クラッツハイム、シュマレネック、ツームハークが属す。グローナウは、オーベルステンフェルトの北東に接して位置している。一方、プレイフォールストは、オーベルステンフェルトから北東に、 約5キロメートル離れたレーベンシュタイナー山地内にある。プレイフォルストは、町域の他の部分から分離されており、ハイルブロンとレムスムル軍との間の飛び地となっている。その海抜4 8 3メートルの地点は、ルートビヒスブルク軍の最高地点である。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。オーベルステンフェルトは、7世紀、 または8世紀に成立した。それ以前から存在してたボーテブロンでは定住がなされていた。1357年にビュルテンベルク博が守護権を獲得した。しかし1540年に宗教改革を受け入れた修道院が1803年まで一部の帝国直轄権を守っており、この後にビュルテンベルクが統合を果たした。 1686年頃に描かれたオーベルステンフェルトの絵図ズ30年戦争で、この集落は周囲のあらゆる村と同様に甚大な被害を受けた。1693年夏、プファルツ継承戦争でオーベルステンフェルトは隣接するバイルシュタインと同じようにフランス軍によって焼き打ちされ、町役場を含む村の1、3が消失した。 新たに建国されたビュルテンベルク王国の新しい行政組織により、オーベルステンフェルトは1807年にオーバーアムトマールバッハに編入された。1832年、この村には約1200人が住んでいた。工業化が始まって、当初は工業系企業の進出がなかったため、ほとんど発展は見られなかった。ボットバールタール鉄道の建設により、 1900年頃に重要な経済的景気を得たが、第二次世界大戦後になるまで、その発展はビビたるものであった。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、オーベルステンフェルトは1938年にルートビヒスブルク軍に属した。1945年にこの町はアメリカ管理地区の一部となり、新設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。 この州から1952年にバーデンビュルテンベルク州が発足した。1953年のオーベルステンフェルトの人口は1780人であった。住宅地や工業用地の土地利用してが工業系企業や住民の定住をもたらした。ゲトラグの工場やベルサリート社が最も重要な工業系企業に数えられる。この他に 地域の主工業から工業系企業に成長した例もある。1968年に人口は約3000人となった。1970年代以降何度も行われた再開発により町の中心部は現在の姿となった。1972年にグローナウトプレイホールストが合併し町の人口は7000人を超えた。プレイホールスト地区及び リヒテンベルク城も1357年にリヒテンベルク領主下からビュルテンベルク白領となった。グローナウはその数年前の1350年にすでにバーデン辺境伯が獲得していた。プレイフォルストはその後グローナウに属した。この3つの村はいずれも1810年からオーバーアムトマールバッハに属した。1938年にオーベルステンフェルトは ルートビヒスブルク軍にプレイフォルストを含むグローナウはハイルブロン軍に属すこととなった。しかしプレイフォルストを含むグローナウは軍所属の変更により1972年1月1日にオーベルステンフェルトに合併した。プレイフォルストはユスティヌスキルナーがプレイフォルストの霊視者と記述した女性フリーデリケハウフェで知られている。1534年に グルリ飛行に命じられた宗教改革以降、オーベルステンフェルトの町には福音主義が根付いている。町にはそれぞれ教会道を持つ教会が3つある。キリアクス教会は、グローナウに洗礼者聖ヨハネ修道院教会は、オーベルステンフェルトに1905年に初めて設けられた福音主義教会がプレイホルストにある。これら3つの教会は、 福音主義ビュルテンベルク地方教会のマールバッハ教会管区に属している。第二次世界大戦後、カトリック教会も設立され、1962年にセーヘルツイエーズ教会が建設された。この教会は、ロッテンブルクシュトットガルト市教区、ルートビヒスブルク主任司祭区のボットバールタール、死牧会に属している。この他に、 オーベルステンフェルトに新首都協会とモスクがある。以下に示す人口は各時点の長域における数値である。数値は人口調査結果、またはバーデンビュルテンベルク州統計局の公的な研究結果でこの町を主たる居住地とする人口である。オーベルステンフェルトオーベルステンフェルトでは町議会は運営してタイルオルツバールと呼ばれる。 選挙方法で選出される。この方法では、長官議席の数は変動する。2019年5月26日の選挙後の議席数は19議席である。長議会は、選出された名誉職の長議会議員と議長としての長長で構成されている。長長は、長議会で投票権を有する。2015年5月、マルクス・クレーマンが2回目の投票で長長に、 選出された。彼は24年間長長を務めたラインハルト・ロスナーの後継者となった。ロスナーの前任者はマンフレート・レプレで38年間長長職にあった。紋章の図柄、銀字。緑の大地を殺走と歩む銀の縁取りの黒い馬。馬には赤い羽飾りをつけ、銀の刀を持った黒い装束の騎士がまたがっている。この紋章は、 1681年から印象に用いられている。これは町の名前に由来する紋章である。町の旗の色は緑から白で1935年以前から用いられている。オーベルステンフェルとは多くの名称を結ぶビュルテンベルクワイン街道沿いに一致している。リヒテンベルク城リヒテンベルク城は 国家的なドウ畑の山の上からオーベルステンフェルトを俯瞰している。町の中心から約1キロメートル北の尾根に立つ内人島を持つロマネスク様式のペータース教会は現存しない先行教会の意向である。この教会は11世紀半ばに建設された。13世紀に内人のボールトが設けられフレスコが描かれて完成した。フレスコの一部は 現在も残っている。この教会はほとんど忘れ去られ、長らく使われなかった。1973年から1976年に修復され、福音主義の礼拝に利用されており、時にはカトリックの礼拝にも用いられる。この町の2番目に古い教会であるキリアクス教会は、グローナー小地区にある。内人島は13世紀から14世紀に建設された。 1599年に増改築がなされた。内部には美しい説教団がある。オーベルステンフェルトの中心部。右端が村の教会。中央奥に洗礼者聖ヨハネ教会の塔が見える。町の中心部にあるプロテスタントの教区教会である、洗礼者聖ヨハネ教会は、この地方で最も重要なロマネスク教会の一つである。 本堂は1220年頃、内陣堂は1230年頃に建設された。この教会は5月から10月の日曜日の11時から13時まで開放されている。有料のツアーが用意されている。すぐ近くのドルフキルヒエは旧世紀にガルスレ拝ハイ堂として建設された。その後、隣に立つ貴族信者のための教区教会に対して町人の祈祷所となった。 1693年にひどく損傷したため、1738年に新たに建設された。北の入り口は、石像の町の紋章が掲げられているが、起乗した司令官と軍旗も描かれている。オーベルステンフェルトの最も新しい教会が、プレイフォルストの福音主義教会で、1905年にネオゴシック様式で建設された。グロースボットバール通り、 町役場周辺の町並み町の中心部には一連の見事に修復されたバロック様式の木組建築が残されている。オーベルステンフェルトの旧駅舎古い町の中心部から南に徒歩数分の場所にボットバールタール鉄道の旧駅舎がある。オーリツビュルテンベルククニー鉄道はタイプ E やのこの駅舎を1893年に建設した。 第一次世界大戦の戦没者記念碑は、ニュルンベルクの彫刻家、ビルヘルム・クラウスが制作したもので、1923年に完成した。SKV オーベルステンフェルトの精霊降臨祭大会は、近隣及び外国クラブのハンドボール選手が出場する。毎年開催されるボットバールタールイコールマラソンのコースは、オーベルステンフェルトを通る。2012年から、 ハーフマラソンは、クローナウを、スタート地点としている。オーベルステンフェルトのフレッケンフェストは毎年6月の、最終週末に、地元のクラブによって開催される。イアインギル大監督の映画、ダスベルランゲンの撮影が2001年秋に、プレイホルスト地区で行われた。オーベルステンフェルトは、ビュルテンベルクワイン生産地区のビュルテンベルク。 ウンターラント地区グロースラーメ・ブーネンシュタインに属すワイン生産地である。グローナウ地区には財務サービスコンツェルン、ビュステンドートビュルテンベルギシェの W&W セミナーセンターやカンファレンスセンターがある。近くを通るアウトバーン A81 号線、シュトットガルド・ビュルツブルグがあらゆる方面への自動車交通に大きな利点となっている。オーベルステンフェルトは シュトットガルト交通連盟の地域内にあり、マールバッハアームネッカーへのバスによる公共交通の便が良い。マールバッハでシュトットガルト S バーンに接続することができる。1894年から1968年までオーベルステンフェルトはマールバッハアームネッカーからハイルブロン南に至る狂気鉄道ボットバールタール鉄道で鉄道網に接続していた。 線路が撤去された後、その軌道跡は、アルプネッカー自転車道の一部として利用されている。オーベルステンフェルトには、いくつかの中規模企業と、ベザリッツやヘルビガーといった大企業がある。2010年から、医療器具製造業者、ノバルング GMBH がオーベルステンフェルトで製造を行っている。ルートビヒスブルク軍立貯蓄銀行は、 マールバッハ支店に属すオーベルンフェルト営業所を有している。ミネラル屋外プールオーベレスボットバールタール軍立、クレーブラッド養護施設の老人、養護ホームがある。ミネラル屋外プールオーベレスボットバールタールは、近隣のバイルシュタインと共同で運営されており、5月初めから9月半ばまで営業している。ここには仙台分以上の駐車場がある。 オーベルステンフェルトのリヒテンベルクシューレは、ベルクレアルシューレ家庭を有する基礎家庭、本家庭学校である。幼稚園は6園ある。町内の電力網や天然ガス網は、スーアグエネルギーエジーの子会社であるシナ、GMBH が運営している。浄水道は、オーベルステンフェルトの西部は、ランデスバッサーフェアゾルグングにより遅からの水が、東部は、 地元の水とよその水との混合水が供給されている。グローナウトプレイフォールスとは地元の水が供給されている。人海処理はルートビヒスブルク軍の100%子会社であるルートビヒスブルク軍人海処理会社が担っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託により廃棄物の削減、回収、廃棄業務を行っている。これらの文献は翻訳元である ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。